はい、日も暮れてまいりましたけれども、まだまだ続きます。ヤマハ XJR400R3 の青のご紹介です。はい。青です。うち、青い XJR400 さん方ですね。何回か出させてもらってますけれども、みんなすぐいなくなっちゃいます。すげえ音のちょい乗りだな、あれ。もうすぐエンジンパーになりますね、あれ。全然話変わりますけど、ちょい乗りってちょい乗るだけのバイクです。ほんと、ちょい乗るだけです。エンジンオイルの交換は150キロごとにやらなければなりません。みんなそんなこと知らないでしょ。だからやってね、すぐガタガタにしてしまうんですけども、うちに来てくれればいいのにと思いますね、本当に。オイル交換はですよ、1500円ですよ。本当、安いもんですよ。はい。まあいいや、そんなこと置いといて、XGR400 の R3 はですね、なかなかうちで置いとくとですね、すぐなくなってしまいます。なので、興味ある方はすぐ問い合わせいただきたいと思うんですけども、非常にですね、洗練された1台です。というのは、これの以前のものに比べるとですね、かなりの部品点数200点に及ぶという記述がを見た記憶がありますけれども の部品をですね、モディファイして、でトータルで3キロほどの軽量化を実現している、3キロか4キロかな忘れちゃったんですけども、実力軽量化を実現しているというものです。オートバイ、まあ、我々がですね、もし2キロ3キロ痩せようと思ったら意外に簡単なんですけども、こういったバイクっていうのは余計なものがついてないんです。なのでそこまで、ウェイトを落とすというのはですね、非常に大変なんです。さっきの蚊がすごいや、蚊がすごい、はい、というのは大変なものなんです。蚊がすごいというのは大変なことなんです。刺されまくるんです。はい。で、その大変なことを実現していると、蚊がすごいということじゃないですよ、軽量化を実現しているという一台ですね。はい。で、XJR400 というのはですね、非常にこの 400cc というカテゴリーの中ではですね、秀逸な1台です。まあ、ヤマハの傑作機ですけれども、別にですね、400の XJ 乗ってるとですね、XJR の1200とか1300に乗りたいと思わないんですね。というのは、これはこのスケールで完成されてるんです。例えば GGR400 に乗ってると、600に乗りたくなってしまう。これ自然なことです。400は600のデチューンだし、600が完成された姿だからです。あとは例えばですね、CBR の400ですね、乗ってるとやっぱりその上のクラスのものに乗りたくなると。やっぱりそっちがメインで作られているものだからこそ、ちょっとした不満があるんですね。まあ、そのちょっとした不満がいいっていうマゾヒストの方もいらっしゃるんですが、 XJR に関してはこの排気量、この車体サイズだからこそで実現できることが多く含まれているといったような印象を受けます。はい。まあ、その一つがですね、エンジンの耐久性というものもありますし、やっぱり空冷のエンジンで、街乗りを含めてきちんとした性能を出しつつ、なおかつ耐久性を維持するためにはですね、 400cc ぐらいがちょうどいいんですね。それ以上になっても、それ以下になってもやっぱりちょっと不満が残るというようなですね、ことがあるんじゃないのかなと思います。で、まあ、毎回私、ペケジェの動画、R 型の動画を撮るために申し上げてますけれども、やっぱりその全体的なバランスですね、これが非常に優れてます。決してカットバッシュスピードの速いバイクじゃないです。で、かといってですね、ツーストレプリカみたいにですね、コーナーリングがですね、バカみたいに速い、まあ、速く走れないですけどね、僕乗っても、ものでもないんですけども、そういう売りをしているものではないんですが、トータルで言うと、全く乗ったことない素人、全くですね、このクラスのバイク乗ったことない素人がですね、あと他のバイク乗ってる人たちがですね、いきなりこいつに乗ったとしても、それなりの走り方ができちゃうバイクなんですね、これは。そこが一番素晴らしいところだと思います。なんて言うんですかね、やっぱりガンダムで言うと、そうだな、どのモビルスーツだろう、ジェガンタイプ、かな。ジェガンか、まあ、あとギラ動画とか、まあ、あの辺に例えるといいのかなというような、あとリックディアスとかね、そんな感じなんじゃないのかなと思います。結構適当に言ってますんで、この点についての反論はですよね。はい。で、外装、
は若干傷ありますね。こっち側ヤマハのタンクのヤマハの文字のところ見えないですけども、ちょうどこの辺あっちのところにですね、へこみがございます。結構大きいへこみです。気にする方はちょっとそっち側向けましょうか今ね。で至近距離で撮ってもらいましょう。よいしょ。エンジンはこの通り一発で始動します。ここですね、へこんでるの。ここ見えますか、ここへこんでるの。はい、こんな感じで、こちらが傷があるので、マフラー、ダブルアールズ、ダブルアーズ、ダブルアールアポストロフィー S と書いてある、という刻印のあるマフラーですね、が入ってます。で、両方ナイロンスライダー。これちょっと削れた跡があります。こけた時のでしょう。はい、蚊に刺されますね。蚊がすごい。で、まあ、この通りですね、カラーも非常に綺麗な、ガンダムカラー。ガンダム？これがガンダム？ガンダムカラー。またガンダムか。はい、やめましょうか。ガンダムの話になるとずっと続いちゃうんで。まあ、アレックスかなと思うんですよね。この色で言うと。ガンダムやめましょうとか言いながら引きずりますけども。アレックスっぽいですよね。ポケセン。ポケセンのアレックスっぽいなというような気がするんですけども。はい。ガトリングがここからパーって出てきてね。本当、ね、このモビルスーツはある意味バケモンみたいなやつのために作っているらしいっていうあれですよ。まあそのカラーパターンに似てますね。であれに出てくる敵のモビルスーツ、ジオンのモビルスーツ、ザクじゃなくて最初のやつ、あれ何でしたっけ、いつも忘れる、何でしたっけ。カーリーは知らないらしいです。すげえかっこいいのいるんですよ。多分あれデザインしてるのがですね、伊豆淵豊とかですね、パトレイバーやってる人なんじゃないかなと思うんですけども、それのデザイン非常にかっこいい。このコックピットの盛り上がり具合が非常にかっこいいです。いつも名前ど忘れするんですよ。忘れちゃいました。まあいいでしょう。はい、そんな感じでですね、ガンダム のアレックスにのカラーパターン的なカラーのXJR ですね。非常に指導性良好です。こんな感じで別にアクセル煽らなくても指導しますね。でアイドリングもすぐにこのように安定してくれます。で音も別にそんな爆音ってわけじゃないですよね。非常にいいです。あと乗りやすいですね。やっぱ全体的に足回り非常に洗練されてます。はい、まあ、ちょっと乗りながらでも申し訳ないんですけども、2万円ワンパッケージ整備というものをご案内しております。で、その内容は、フロントもしくはリアですね、消耗している側のブレーキパッドの交換、それから、油脂類のエンジンオイルを含む油脂類の交換で、あとはなんだっけ、よいしょ、あとバッテリーですねの交換をします。であとはその過程で、見つかったちょこちょこなところはちょこちょこ直します。それも入ってます値段の中に。で、車検付きでのグーバイクの表示価格は車検付きでの納車価格ですね。店頭納車です。乗り出しの価格です。名義変更だけ自分でやってください。で名義変更をうちで受けたまわりますと手数料は1万5000円となっております。でローンの場合ですね、ローン組まれる場合はですね、名義変更までうちでやらなければならないので、まあ、も無用というかですね、強制的に合計金額に対して1万5000円が乗ってしまいますのでご注意ください。はい、はい、というわけでヤマハガンダムアレックスじゃなくてですね、ヤマハ、目が痛い、ヤマハ XJR400。 ちょっとねカメラ持ってる人がですね、さっきからプスプス刺されまくっててちょっとかわいそうなんで、本当もう短い動画で申し訳ないんですけども、そういえば
あのタイヤの山とかについても喋っておきましょうか。あのやめるかなと見せかけておいてやめないみたいな、すいません。あのタイヤ山は非常によく残ってます、さっきも言ったっけ、あのちなみにこれテイク2なんですね。なのであの言って自分が言ってることがよく分かんなくなってしまうんですけども、あの10年の20周あたりのタイヤ履いてます。 IRC のタイヤですね。なので前後非常に山きちんと残っております。はい、いやちょっとあのカーリーも含めてですね、本当になんか痒そうなんで、カメラマンの方がですね、ちょっとここで一曲歌おうかなと思うんですけどどうしましょうね、やめましょうか。はい、というわけでヤマハの XJR400R3 型、非常に調子良好です。おすすめです。車検付きでお渡しになります。お探しの方どうぞこの機会によろしくお願いいたします。